進んでいきましょう。先に神社があります。ちょっと登ってみましょう。素晴らしい。ちょっと写真が撮りたくなるような。はい、というわけで皆さん今回も始まります。ちょっと眩しいですね。今日はね、板原集落っていうところに来ております。ここはね廃村なんですけども、この観光スポットとして、存在するエリアなんですよね。だから普通にあの板原集落っていう形で観光看板とか、まあなんかウェブ観光案内のウェブとかでも載ってるちょっと珍しいエリアなんですよね。でこの辺の地元の人に聞いても、まあ普通にもうここに住んでた人たちは違う町に行ったりしてて、で今まあどうすることも、まあ観光エリアとして開発してて、まあこの中にっていうか、この集落の中にカフェがあったりとかいう感じで、まあ写真撮ったりね、楽しんだりするようなエリアだそうです。でもあんましね、派手にはできないので、まあこうやってね動画を撮ったり写真撮ったりとかいうレベルなんですよね。でまあ何度かねこちら撮影したんですけど、まあ今日は紅葉というか、まあちょっと落ち始めなんですけども、せっかくなのでちょっと撮影しに来ました。よし、ちょっとねカメラ日差しがちょっとあれですけど、ご了承くださいませ。まあ、この辺ね宿場町、この下とかかなりこれ山奥なんですけど、山の上ですね。まあ下からだいたい車で15分ぐらいの、距離にある山の上なんですけど、その下が宿場町みたいな感じでね、かなり昔は栄えていたということで、まあ、この辺もこの上に村があるということは何らかの理由だったのかなと思います。ちょっと中に入っていきましょうか。太陽が強すぎて申し訳ないんですけど、大根が吊るされてます。ちょっとこの中入っていきます。川が流れております。まあ、サワガニがいたりねするんですけど、薪とか農具があります。な蔵ですね。
入っちゃいけないとこはまあこうやって仕切りをしております。これは、まあ、これ水車みたいなやつですかね。川の流れでちょっとよくわかんないですけど、あ、耕すやつかな。で、ここがね、以前カフェ行ったカフェですね。そんなに高い感じじゃないですけど、のどかと書いて、のどかと書いてますね。まあランチだったかな、基本的には。はい、で有形文化財がこんなとこにあると。現在の集落は東西に23軒、江戸後期は30軒、板井原川の、左岸に並び、峠越えの参道が主要道でということですね。まあここもね、その峠を越えるための一つの、通過点だったのかなということですね。進んでいきましょう。まあ、こうしてね、あの畑とかあるんですけど、まあ、ここには住んでおられないですけど、まあ、下の方から麓に住んでられる方がここで、管理しているという話ですね、全体的に。はい、ここもね、左手も以前、カフェだったんですけど、今はやってないんですよね。綺麗ですね、あのイチョウの木が。この辺とかすごいな。怖いですね、なんか上から落ちてきそうな。ここもね、剥がれてますね。ですね、ちょっとこっち側もたくさん蔵があります。
消防の見えるかなホースとかがあります。これもあの昔のね、なぜですね、台車の木の台車の上に長いホースが乗っかってます。まあ、一応ここまでが集落の集落になりますね。でちょっと向こう側から行きましょう。この紅葉綺麗ですね。先に神社があります。ちょっと登ってみましょう。綺麗ですね。おお、素晴らしい。ちょっと写真が撮りたくなるような、ちょっと撮ろうか。ね、この落ち葉の絨毯がね、綺麗にあって、その上に、もう枯れ始めに近いような、まあ、ギリギリですね、モミジが、赤と黄色が。まあ、何度か来たんですけどね、ここは初めてなんですね。ここは綺麗ですね。これ改めてこう見ると綺麗に映っております。で左手には集落が見えると。どうでしょう、いい眺めでございます。まあ、その当時の宿場町というかね、この峠を越えるための、通過点でもあったこの板原集落なんですけどね、綺麗に残っております。まあ、この紅葉シーズンにどれぐらいの、ね、人がこちらに来たのかちょっとわからないですけど、平日はまあこの時間帯いないですね、ほとんど全然いないですね。さっきあの軽トラのおっちゃんがおったぐらいで、マイナーなのかな、ね、でも本当に綺麗な場所です。来年もね、ぜひね来てみてください。その他に
その他にここか、森カフェ巡りね、 EV 充電器とあと有形登録有形文化財ね、こちらがどういった建物なの、集会所か学校かな、何なのかな、あ、小学校板井原分校ね、なるほど、綺麗に現存しております。はい、まあ、今日はねこういう形でお届けいたしました。非常にあの歴史的な場所であり、本当にまあ、ね、状態がいい場所もあったりねしてるので、ぜひ皆さん来てみてください。スピチューブインスタグラム始めました。お得な情報プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。皆さんご視聴ありがとうございます。今回ご紹介するのは裏版スピチューブですね。こちら編集してない動画や上げにくい動画はこちらでアップしておりますので、ぜひ検索してみてください。裏版スピチューブで出てきます。ぜひよろしくお願いします。